これまでのソロ歌唱と比べてしまうのは、少々国だったのかもしれない。7月11日深夜放送の、新、乃木坂スター誕生、日本テレビ系、では、5期生の中西あるのが平井県の、瞳を閉じて、お披露。同曲のリリース当時、中西はまだ0歳の赤ちゃんだったというのだから驚きだ。中西は同番組でこれまで、宇多田ヒカルの、ファーストラブ、ヤシーナリンゴの、ここでキスして、 ソロ歌歌唱唱で披露、定評のある歌唱力をを改めてて見せつけ、ファンを圧倒してきたそんな中西が今回、男性シンガーの楽曲に初めて挑戦したわけだが、その出来栄えはどうだったのだろうか。歌唱前に中西は、男性の方が基本、ヒーが広いんですよ、と説明。それゆえ、瞳を閉じて、についても、だから難しかったです、とのことでした。 ここで MC のオズワルド伊藤から音程が低い歌って難しいもんねと振られると歌うっていうより語るに近い意識に持って歌ってみてましたと今回のチャレンジについて語っていたのです音楽ライター果たして彼女は名曲瞳を閉じて音をどう攻略したのか 実際の歌唱を聞いた視聴者からはいつもの歌唱力が発揮できていないより大きいとの感想も漏れ伝わっていたようだが確かに冒頭では低音部に苦しみしっかりと発生しきれていない場面もあった それが、瞳を閉じて君を描くよ、のフレーズで有名なサビに来ると、いつもの伸びやかな歌声で、しっかりとビブラートを聞かせたハイトーンを聞かせてくれたのである、序盤の低音部を聞いたところで、もっとキーを上げればいいのに、と思った視聴者もいたことでしょう。 実際、今回の歌唱ではピッチを超3度上げており、サビの瞳を閉じての出だしは本来の D シャープから G まで上がっていました。それよりもキーを上げると A メロは歌いやすくなるものの、今度はサビでキーが高くなりすぎてしまうことに。 そのバランスを考慮した結果、サビを自分の得意な音域で歌えるように上げ幅を超3度に抑えていたのでしょう。選出、音楽ライター、歌唱前に語っていたように、男性シンガーならではの幅広い音域に苦しんでいた中西。それでは自分の得意な音域で歌い上げたサビの出来栄えはどうだったのか。一言で言うと、お見事でした。 嫌いイらしいファルセットを入れ込みながら、何より注目したいのは高めのキーにスコーンと音程をはめ込んでいく音感の良さですね。結構歌が上手い人でも、高い音域で歌うときはほんのちょっとフラット気味のところから入って、探るようにしながら正しい音に合わせていきがち。 それでも十分にうまく聞こえるのですが、中西は最初からドンピシャの音程で歌えるのですから、歌唱力が高い、との評価は決してお世辞ではないと言えるでしょう。選出、音楽ライター。中西の歌唱後、横顔がアップになった一ノ瀬美空は目にうっすらと涙が浮かんでいるように見えた。また富里奈は、一言で言ったら、惚れました、ときっぱり。 同期のメンバーたちをも魅了する歌声は、乃木坂5期生全体にとっても大きな武器になっていることだろう。